を聞いていてる皆さんこんにちはここからは第3回ファンクラブバトル優勝記念「サタンのゆるゆる一人語り」の時間です進行はあたしサタンでお送りしますみんなえっとみなさん今日はよろしくお願いしますえっとまずはじめにファンクラブバトルに参加してくれてみなさんありがとう それからお疲れ様でしたこれで第3回目なのよね確か今回も前回に負けないくらい大盛り上がりだったのよね盛り上がってもらえて嬉しいわえっとそのは,はいディレクターさん私何か間違えちゃったえ違う さっきから口調も固いし緊張してるんじゃないかってししてるに決まってるでしょだってだってあたししちゃったのよ今ここに座っているのも夢かもしれないと思って手のひらをつねてみたらちゃんと痛いしそれにあたしはまだ町のみんなに「ごめんなさい」って謝っている途中なのだからこんな。 人気投票で優勝なんてしちゃっていいのかなそれにこのイベントも3回目なのよねなら1回目から頑張っていた人もいたんでしょそれなのに初参加で優勝しちゃって申し訳ない気持ちでいっぱいよでもみんながあたしに票を入れてくれたから 私はここに座っているのよねだったらいつまでもウジウジしているわけにはいかないかうんみんなファンクラブバトルで応援してくれてありがとう今日ここに座って話せているのはみんなのおかげよだから今日はそのお礼に私にできるめいっぱいの感謝を伝えるから絶対最後まで聞いていってね 実はディレクターさんからファンクラブバトルの様子をまとめた資料をもらってるのこれで開催中の状況を振り返っていくわね第2回から参戦したガーゴイルそして今回参戦のサタンそして3度目の体官を狙うベルゼブブにより混戦が予想された第3回ファンクラブバトル初日は順位の変動が目まぐるしく ガーゴイル人の追い上げをかわしきり一時期トップに立ったベルゼブブであったが最終的にはサタンが第3回ファンクラブバトルの体感者となったそそんなに激戦だったのね第3回目からは前回よりも新しい参加者が増えたからきっとみんなも誰に入れようか迷ったと思うの私ファンクラブバトルの最中は 緊張しっぱなしで票を入れてくれたみんなにお礼を言うことしか頭になくって気がついたら終わってたかなささ続きを読むわまたポテンシャル賞でもサタンが受賞し次回殿堂入りは確実視されているえっあた私がお姉ちゃんたちと同じように殿堂入りするかもしれないってことなの そ,そんなことあるのかしら続きを読んでいくわねラッキーセブン賞はアスタロトが獲得第2回ファンクラブバトルに続く2連続受賞となった順位変動が激しいランキングでの2連続受賞はまさにラッキーというほかない結果であるわあ <laughs> アスタロト今回もラッキーセブン賞を取ったのね 二回連続なんてすごい <laughs> 今度トリニティ達とお祝いしてあげなきゃ <laughs> 私の頭が真っ白になっている間にすごいことが起こっていたのねもっとちゃんと周りを見ておけばよかったわ私のファンクラブにたくさんの人が参加してくれていたなんて今聞いても信じられないけどすごく嬉しいもの本当に本当に ありがとうね私が優勝って聞いた時はびっくりしちゃったお姉ちゃんやベルセブブベリアルが「おめでとう」って言ってくれて初めて気づいたくらいよ教会ではお祝いにたくさんケーキやお菓子を作ってもらったわ前はお姉ちゃんの優勝のお祝いに 私がケーキにフルーツをたくさん飾ったけど今回はお姉ちゃんが「おめでとう」って生クリームを山盛り絞ってくれたの <laughs> やりすぎてケーキが見えなくなっちゃったけどね真っ白な塊まりよあれはでねその上にみんなでフルーツを飾ったのすごく楽しかったなあんな風にケーキを誰かと騒ぎながら食べたのは初めて。 何ディレクターさんえケーキを見たら泣き出しちゃって大変だったんだからってお姉ちゃんからコメントが来てるちょちょっとお姉ちゃん何言っているのよそそんなことわざわざ教えなくていいでしょあっ泣いちゃった だって自分の周りが騒がしいなんて昔はありえないことだったのよね知っている人もいるかもしれないけど天界にいた時の私は一りぼっちでいたずらばっかりしていたの嫌がられることをしたら周りから人がいなくなるなんて本当はずっと分かってたのにでも いたずらをしたその瞬間だけは笑顔じゃなくても歓迎してもらえなくてもみんなあたしを見てくれるでしょだからやめられなかったわお姉ちゃんばっかり注目されてお姉ちゃんもあたしのことなんてどうでもいいんだって思って勝手にどんどん卑屈になっていったの。 でも、今だから言えることだけどお姉ちゃんは私のこと気にかけてくれてたんだと思うそれに気づけなくてどんどんいたずらがエスカレートしたからお姉ちゃんもどうしたらいいかわからなくなったのかなってだからきっともっと私が周りに素直になっていればよかったのよね 寂しいって言えばお姉ちゃんもみんなも絶対私をのけものになんかしないもん <laughs> 自分で話してて笑っちゃった私、誰かと比較することなんてしなくてよかったのよねだって優勝しちゃうくらい応援してくれる人がいるんだから地上に来てからは迷惑も。 たくさんかけちゃったけど今は毎日みんなと楽しく暮らしているわアスタロトの畑の収穫も手伝ってるのよもちろんトリニティたちも一緒収穫したての野菜をアスタロトがご褒美だぞって分けてくれて5人でバーベキューをしたのあたし野菜ならアスタロトの野菜が一番好きよあっそうだみんな聞いて この間お姉ちゃんと一緒にアイドルになったの町の人からね行っておいでって推薦してもらって何が何だかわからないままオーディションを受けたんだけど最後はお姉ちゃんと同じ優勝ステージに立って大きな拍手と歓声を浴びた衝撃はすごかったわこう空気って本当に揺れるのねオーディションのために地図に特訓をしてもらったけど 大変できつかったわもうオーディションは終わったけどせっかく一生懸命教えてもらったものだから今でもトレーニングは空いた時間でしているのたまにだけど路上とか商店街で歌ってほしいって言ってくれる人がいるからその人たちの期待を裏切りたくなくて近いうちにまた商店街で歌う約束があるから気になる人は聞きに来てくれると嬉しいわ。 もう最後のコーナーなのねそれじゃお便り読み上げタイムを始めていくわまずはバロッピーさんケイさんダイさんそれから皆さんラジオを聴くのを楽しみにしていると言ってくれてありがとうここからは投稿してもらったコメントからいくつかピックアップして読み上げていくわねハンドルネームモジャーさん 投票した時のコメントがシンプルながらもテレ気味の「ありがとう」で下脱するくらいかわいい「モシャーさんコメントありがとう」で、だってしょうがないじゃない私になんて誰も投票しないと思ってたのにモシャーさんが入れてくれるからあ,あもう、もう次行くわよハンドルネームてっぴまんさん 今らながらふふん物好きなんだから。でもありがとう。がルシに負けず劣らずツンデレしててニヤニヤできるの好き。テピまーさんもコメントありがとう。どうしてさっきから私がツンデレみたいな。認識が広がっているの？テピ。まーさんはニヤニヤするのをやめてちょうだい。うん、嬉しいけど恥ずかしいわ。 あっ本当にコメントが無理だくさんねどんどん読み上げていくわよ自宅警備団長さん「サタナイズの結束の勝利だ」って言ってくれるのね <laughs> ありがとうなんだかサタナイズに五感がちょっと似ててあの子たちを思い出したわナツさんファンクラブバトルは私と同じで初参加だったのかしら すごく好きと言ってくれてありがとう孫からダラヤキさんチャンさまダブル1位おめでとうございます応援してくれてありがとうそういえばチャンさまって呼んでくれる人が多かったけどみんなの中での私のあだ名なのもしかしてサタナエルトリニティからサタンちゃんさまって呼ばれてるからもしかしてそこから にゃんこのもちさんもお疲れさまよ応援してくれたおかげで優勝できたわその他にもお祝いのコメントをたくさんもらったわモノさんナイトさんマルクさんシーマさんガジガジさんカズさん中野さんスミスさんチャンサの優勝おめでとうコメントありがとうチャン様呼びにはびっくりしたけど こんなにたくさんの人があたしのことをあだ名付きで呼んでくれているなんて嬉しいわリーコンさんフニさんフツさんリディリウムさんゲッセイモンさんトールさんボブさんマークさんそれからファンクラブバトルを盛り上げてくれたみんなおめでとうお疲れ様をありがとう次もきっと今回よりも素敵なイベントにしてみせるわ 気がいい。たら、もうなじ最初は緊張したけど今はもう話し足りないくらいよどうにかならないかなあんなんてわがままを言っちゃダメよねん <laughs> ラジオを聞いているみんな改めて第3回ファンクラブバトルに参加してくれてありがとうあたし このイベントには初めて参加したけどみんなの好きを本人に届けられることって素敵ね第4回が開催されたときには私、またみんなと会いたいわみんなが投票してくれた「大好きだよ」って言ってくれた私でいられるように頑張るからだからこれからも私たちのことを応援してくれるとすごく嬉しい それでは本日の第3回ファンクラブバトル優勝記念「サタンのゆるゆるひとり語りを」は私「サタン」でお送りしましたみんな本当にありがとう